チャオ、マヒロです。4月16日の睡眠レポートを見ていこうと思います。今日ね、100取れなかったんだよね。はい、97でしたね。ちょい足りなかった。さあ、睡眠タイプはこれなんだろう。うとうとかな。あ、そうだね。ラピスラズリって何出せばいいんだっけ。うとうとだっけ。寝るときはノーマル5ですね。ポケモンが5体。さあ、何が来てくれてるかな。チャンネル登録と高評価よろしくね。あー、え、これはミニ竜にしてはちょっとでかいような気がするんだけど。あと不思議だねと、うん、不思議バナと、あー、どうしようかな。何取ろうかな。不思議種がさ、今みつみつなんだよね。みつみつ使えるからまあいっちゃいいんだけど、お手スピダウンがついてるんだよね。まあそれでも持ってきてくれてはいるんだけど、どうしようかな。そっか、そっちにチャンスついちゃったか。いや、でもこうかな。フレンドレベル8だしね。はい、それと、ミニリュウはいるか。ミニリュウってなんだっけ。食材タイプか。ハーブ、コーンか。いや、ハーブ、まあ確かにハーブ、まあとりあえずはいいかな。チャンス来てないし、とりあえず不思議だねはゲットしちゃおうかな。はい、それと、この子もゲットできるね。はい、それと、不思議花に、まあ1個だけね、あげておこうか。特大成功来い。ぐるぐる来ないね。はい、ということで本日はこれで終わろうと思います。2体もゲットできたね。さあ、今日の1枚は、あ、不思議そうのままでいいかな。はい、あれ、私不思議そうのこと不思議花って言ってた。もう分かんなくなってくるんだよね。はい、で、不思議種の個体値は、いや、食材確率アップしててくんないかな。蜜とま蜜、うん、で、木の実の数 S ついてる。特に気にしてなかったけど、あ、食材確率アップ M もついてんだ。え、いいんじゃないこれ。あ、え、いいんじゃないですかこれは。ただ食材は、あ、蜜とま蜜、蜜とまじゃが、いや、でも最後3つでも別にまあいっか、いいのか。悪くないよね、うん、でもやっぱ3つの方がまあ使えるっちゃ使えるけどね、うん、まあこれとりあえずキープかな。はい、じゃあ、アーボは木の実タイプよね。木の実の数 S はついてない。木の実の数 S ついてないとダメだな。木の実タイプは木の実の数 S らしいね。はい、ということで本日はこんな感じになりました。晩ご飯はもうちょっと時間が経ってからあげようと思います。ほう、メガニウムのさ、スキル発動結構エナジー多いからいいね。いや、もう
もう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 うるさい。クマじゃなくて牛だろその鳴き声はよ。え、寝るときは、スーパー4行けるかなこれ。微妙だよね。はい、ということで本日はこんな感じで終わりたいと思います。皆様は何かいいポケモンに出会えましたでしょうか。明日もまた撮っていこうと思います。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。